おはようございます今日の話は人とは違う生き方をしようという中谷昭弘さんの本の中から好きなことのために好きではないことをしようという話です成功する人は好きなことのために好きではないことを平気でできる成功している人は好きなことだけをしてうまくいっているように見えますその人の著書には好きなことだけしなさい自分も好きなことだけしてきたと書いてあります全くその通りです一方で誤読も生まれる 積み作りの文章です読んだ人はあの人は好きなことだけして生きているというイメージを持ってしまいます出版社がつけた好きなことだけして生きるというタイトルを見て読み手はそれを全文として読んでしまいますしかも自分に都合のいいところだけ読むのです冒頭に自分は好きなことだけして生きてきた成功するには好きなことだけしなさいと書いてあります先週者はその方が本は売れると思ってそういう構成にしています 読み手はそううかとと納得ししして、て後ののくさいところを読読みみ流してしまうのです。読み間違えるのは読み手の自己責任です。大切なのは本の読み方です。読者はついくじけて都合のいいとこだけ読みたくなります。私も本が好きです。私は読み方からアドバイスしたいのです。好きなことだけしなさいというのは好きなことだけ目標にしなさいという意味です。そのためにどんなに好きでないこともしろ私はそうしてきたという 下ののが欠けているのです成功している人は一つの好きなことだけをするために嫌いな99のことをしてきましたただそれを忘れてしまっているだけです一つの好きなことのためならたとえ9999 99の嫌いなことがあっても平気でできるのですあの人だって好きなこと しかしていない、ああいうお店に行ったり、ああいうレストランで食べたり、ああいうバーで夜な夜な仲間と騒いでいたら、うまくいくんだなと思って真似してもうまくいかないのは当たり前です。成功している人は好きなことを目標にしています。そのためには嫌なことも全く苦になりません。成功談を人に語るときは、好きなことだけしてきたよという一言になります。成功者からアドバイスをもらうときは、隠された下の句を読み取ることが大切です。 行間を読み取る力が必要になってくるんです好きなことのために好きではないことをしようということです嫌なことをすぐに忘れられる人とそれをずっと引きずってしまう人がいます嫌なことを引きずらない人はレジリエンスが高いと言いますレジリエンスとはトラブルや困難に対する耐性が強いことを言いますストレスに対して回復力や復元力があるということです レジリエンスが高い人は嫌なことがあってもすぐに忘れていいことだけを覚えています苦労したことなどすっかり忘れているんですね、えー、じゃあ今日これで終わります